武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学教育学部文系の2017年の地理の入試について話していきたいと思います。まず地理ですが、配点50点で時間が60分となっております。で、大問が4題出題されております。で、出題の形式としては、まあ、地史ですね、世界地史の問題が中心となっており、まあ、まあ、なんというか国というよりは地域で結構出題してくるようなものが多く、その地域の中でも地域全体を聞いてくるものか、地域間での比較だったりっていうのを聞いてきたりというような、まあ、それぞれの聞き方が出てくる形式ですね。で、まあ、問題集としては実力をつける100題などをしっかりやり込んでおくっていう形にはなるんですけれども、特徴としてかなりその、なんというか、例えばその外国なんかのその歴史的背景というか、そのこの国ってこういうところ有名だよねみたいな、その本当に旅行とかのパンフレットに出てくるような部分の地名だったりとか特徴じゃなくて、その地名とか特徴の背景だったりとか、どういうものがあるのかっていうエピソード的な部分までちゃんと興味を持って、入れてるかどうかっていう、ことが、かなり要求されているかなというふうに、思います。で、もちろんその国そのものの正確な知識っていう部分も、いりますので、まあ、教科書に書いてある内容一通り、入れた上で、さらになんというか興味を持つという、側面がどれだけ、自分の中で、まあ、できるかというところですね。ただ用語を覚えて終わりじゃなくて、まあ、例えばその用語を、まあ、用語集なり、もしくはインターネットなどでちょっと調べてみると、大体まあ有名どころの用語ではあるので、そういった部分からちょっと掘り下げて学習するという習慣を、つけておいた方が、いいかとは思います。そしてまたですね、統計資料なんかの、使用に関してなんですが、これは結構細かいこと聞いてきますし、あとはまあ地名なんかに関しても割とマニアックなこと聞いてくるので、普段から統計資料はしっかり読んでおいた方がいいでしょう。まあ、データブックオブザワールドなど、使ってですね、普段から、なんていうか、その、まあ、実際入試場には持っていけないんですけど、それが本当にある程度頭の中に入ってる状況だったり、どういうふうに見ていけばいいのか、どういう情報に注目すればいいのかみたいなことを、普段から使って、なんていうか意識しておくという、ことを心がけて、学習するように心がけてください。まあ、全体的になんていうか、地理はやはりなんか様々な情報を自主的にこう入れていくっていう学習がどうしても必要になってくるので、その辺の資料集だったりとか、それこそネットで自分でいろいろ興味あったことを、まあ、掘り下げていくみたいなことを、やることを心がけて、意識していくようにしてください。以上が地理の勉強となります。